即技、1秒の暗算でできるスピード計算、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。本来は3つずつ増えていく、いわゆる等差数列です。これを工夫する場合、通常は上のように両端から2つの数を足していくという考えで計算しますが、本来はもっと早くできる方法があります。結論から言うと、真ん中の30に5をかけて150が正解となります。これは真ん中の30を境に内側からプラスマイナスの関係にあり、相殺されて結局30を5回かけることになるからです。つまり等差数列の奇数個の足し算に限りますが、その和は中央の数かける個数で計算できます。おまけ問題です。正36角形の1つの内角の大きさは何度でしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。